聞き流し、熟睡用ピーターパン。田園です。今日もお疲れ様でした。すっきりと目覚めるための物語の聞き流しです。ピーターパン。舞台はロンドンのある子供部屋。ウェンディ、ジョン、そしてマイケルがベッドに座っている。ウェンディは大きな本を手に取り、その冒険のページをめくる。ウェンディ、今夜は何か素晴らしい冒険を見つけようと思わない？ここにはたくさんの物語があるわ。ジョン。うん、でもどこに行くの？マイケル。ピーターパンの国に行きたいな。その時、窓からピーターパンが現れた。ウェンディが驚いて本を閉じる。ピーターパン。みんな、一緒に冒険に行こう。ピーターパンが窓に手を差し伸べる。ピーターパン。さあ、手を取って。子供たちは興奮して窓に手を伸ばす。ピーターパン。フック船長と君たちは戦う準備ができているかい？一瞬で突然ベッドルームが空になり、彼らはネバーランドの森にいる。ウェンディは驚きながらも喜びを感じる。ウェンディ、わお、これは本当にすごい。こんな素晴らしいところがあるなんて。マイケルを見て、トナカイ。トナカイが近づいてくる。ウェンディが手を伸ばして優しく撫でる。ピーターパン。これはトナカイのミスタースノー。彼は私たちの友達だ。トナカイが子供たちを乗せて森を探索する。ジョンとマイケルはワクワクしている。ジョン、これはとても楽しい。こんな冒険ができるなんて夢のようだ。ピーターパン。そうだろう。私たちはいつも素晴らしい冒険を見つけるんだ。突然、遠くで悪の笑い声が聞こえる。ピーターパン。フック船長だ。我々の冒険が始まるぞ。森の奥にフック船長の船が見える。フック船長が怒りの声を上げる。フック船長。ピーターパン、私はお前を捕まえるぞ。ピーターパン。それがあなたの夢なら捕まえに来てみろ。ピーターパンはトナカイにジョンとマイケルを乗せ、フック船長に向かって飛び立つ。
空中戦が始まる。フック船長とピーターパンが剣を交える。フック船長。降りろ、ピーターパン。私はお前を見逃さない。ピーターパン。そうはさせないぞ。ピーターパンはフック船長との戦いに力強く挑む。激しい戦いはピーターパンがフック船長に勝利する。負けたフック船長は逃げ去る。ピーターパン。ネバーランドの王のフック船長、お前の冒険はここで終わる。ウェンディはピーターパンに感謝の気持ちを伝える。ウェンディ、ピーターパン、あなたは本当に勇敢です。子供たちはネバーランドで冒険を続ける。ウェンディとジョン、マイケルは森を探索し、新しい友達と出会う。ウェンディ、これは最高の冒険だ。こんな素晴らしい場所に来れて嬉しいわ。ジョン、本当にそうだね。これまでで一番楽しい日だ。ピーターパンは彼らを見守りながら微笑む。彼の目には優しい輝きが宿っている。夜が明ける。ピーターパンは子供たちに別れの言葉を告げる。ピーターパン、時間だ。君たちは帰ろうか。ウェンディ、まだ私たちはここにいたい。マイケル、ここにいたい。ピーターパンと一緒に。ピーターパンは子供たちの望みを理解し、優しく微笑む。窓の方に向かって手を差し伸べるピーターパン。ピーターパン、さあ帰る準備をしよう。君たちの両親が心配しているだろう。子供たちは窓に手を差し伸べ、ピーターパンの手に触れる。ピーターパン、さあ一緒に帰ろう。窓から空に飛び出し、ネバーランドを後にする。一瞬で彼らはウェンディの部屋に戻る。ウェンディの母親が心配そうに彼らを見つめる。ウェンディの母親。ウェンディ、ジョン、マイケル、大丈夫？ウェンディ、大丈夫よママ。私たち最高の冒険をしたの。子供たちは冒険の話で興奮し、一緒に笑い合う。窓の外に立つピーターパン。彼らは部屋の中から手を振る。ピーターパン、みんな、また会う日まで。さようなら。子供たちは窓に手を振り、ピーターパンに別れを告げる。ピーターパンは空に消え、子供たちは
残された部屋で彼の冒険の記憶を共有する。ジョン。彼は本当にいたんだね。ウェンディ、そうね。私たちは彼の冒険を一緒に体験したのね。子供たちは喜びで顔を輝かせた。物語は終わりを迎えるが、彼らの心の中で冒険は永遠に続く。ウェンディ、ピーターパンが教えてくれたことを私たちは決して忘れない。ジョン、そうだね。友情と勇気、それが最も大切な冒険の宝物だ。ウェンディとジョン、マイケルは笑顔で抱き合う。彼らの冒険の記憶は永遠に彼らの心に残るだろう。おしまい。では引き続き音楽を聴きながらリラックスして眠りにつきましょう。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次はあなたのところへ。ピーターパンが現れるかもしれませんね。また、次の動画でお会いしましょう。